ロックの勝ちか。また。パイク、今はそんないい人ぶってる場合じゃないんだよ。マックス、ギルモアからこいつの殺し方聞いてきたんじゃないのか。ずっと二人でイチャついてただけか。失礼ですが、あなたたちは？ボックスマキナです。実はこれ結構よく考えられた言葉遊びで、わかりますか？そんなことはどうでもよい。怖い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 、それでどう？やっつけたか。倒した。倒したんでしょ。クソどもの集まりにも長所があったようだな。そなたらの勇気に対して王国の守護者の称号を与え、そして評議会の名誉議員として任命する。わかる？私自身信じられない。ああ、久しぶりに人に尊敬される。はいはい、それはまあいいんだけど。悪い夢？それ以外にあるか。俺はこんなバカなゲームやるって言ってない。はあ、やめてくれ。みんなが堅物じゃダメだろ、デロロ。俺はただみんなにとってもプラスだと言ってるんだ。きちんと節度を保つことが。素晴らしい宴だ。タルドレイ中の外交官が集まってる。フォートダクシオ、カイマル、ウェストラン、それにホワイトストーンよりサイラス・ブライアウッド教頭、デライラ夫人。パーシバル。ああ、いいとも。何を話し合いたいんだ、ベクサーリア。まず最初に、昔何があったかよ。ブライアウッドに家族を殺されたなんて初めて聞いた。ごめん。みんなに過去を話さなきゃならないなんて知らなかったよ。私たちの命に関わることなら話すべきだと思う。ブライアウッドが出席するなんて俺に分かるはずないだろ。煙のことが知りたい。ごめん、私、その、叫んで、ごめん。俺はパーシバル・フレデリクスタイン・ボン・ミューセル・クロソウスキー・デロロ教三世。どあーもう指をやった。普通のドアじゃない、邪悪な何かがある。俺は窓を探しに行くよ。おい、待って、見つかるだろ。俺が蹴破ってやる。よせ、やめろ。スキャンランズ。窓から落っこちた。奴らは国王の支持者としてホワイトストーンにやってきた。だが邪悪な野望を持っていた。邪魔する者は誰も許さなかった。たとえ子供でも。俺たちを冷酷に惨殺していき、代々受け継いだ家を奪った。家庭教師でさえ俺たちを守ってくれると信頼されてたのに裏切った。何週間も拷問に耐え続けて、俺はどうにか妹のカサンドラと一緒に逃げ出したんだ。でも奴らは俺が生きてると知ったら必ず後始末をつけようとするはずだ。このペッパーボックスの制作は5年前に遡る。俺は家族を殺されたが、やり返す術がなかった。だから唯一できることをした。逃げたんだ。新しい人生を始めた。デロロ家だと知られることは死刑と同じだから、俺は消えた。目的もなくさまよった。昼は生き延びるためだけに過ぎ去り、そして夜は恐怖と血と悪夢に満たされた。殺された家族の光景が何度も浮かび、悲しみでおかしくなるかと思った。俺の中で憎しみが育っていった。復讐心は火薬より熱く燃え、心を囚われそうになった。
そこで新しい光景が浮かんだ。俺が何をしてでもやり遂げたい復讐を叶えてくれる科学の産物。運命の天秤を俺の方へ傾けてくれる道具を夢で見た。その道具がこの銃だ。ああ、そりゃ独り身なわけだ。ガス！しっかりしろ！ずっとこうしたいと思っていた。お前が想像できるずっと前から。ケイレス、急いでくれ！バックス、放浪者のコケとフリックシルバーと、ああ、土って書いてある袋、魔法が効くまで傷を抑えないと。チクタク、チクタク。よし。君ならできる。デロロのガキが苦しんで死んでいくのを見るのは楽しいね。乾杯。このクソったれ。我々はみんなクソったれだ、デロロ。特にお前はあんな母親から生まれたんだからな。あんたに謝らなければならない教授。確かにデロロ家の扱いはひどかった。俺の親は俺の可能性に気づかず、明らかにあんたのも見逃してた。才能には養う時間が必要だ。様々な角度から試す時間が。時間稼ぎか、デロロ。だが褒めても命を長引かせるのは無理だ。だが俺に必要な時間は稼げたよ。うでも何かが魂を覆ってる。これ以上は神殿に行かないと。神殿？レジスタンスが待ってて、ブライアウッドがすぐそこにいるのに。どうかしてるぞ。でもあなたに何かあるなら。心配してくれるのはありがたいと思う。本当だ。だが前に進むんだ。この件が終わったらすぐにどうにかする。本当に？俺の一家の名に誓ってもいい。俺がマナーを忘れる前に妹に老いたをやめさせろ。カス、どういうつもりだ。見事な働きだ、カサンドラ。学ばないやつだな。ダメ、バックス。どうしてこんなことを。兄さん自身が招いたことよ。あの日雪の上に倒れ、駆られた動物のように自分の血で息ができない私を、実の兄が置き去りにした。今は新しい家族がいる。死を超越した家族が、私を捨てない家族が。今の私はブライアウッドよ。やめて！
サイラス、待って。お願い。お前の弱さに付き合ってる暇はない。やるべき仕事があるのだ。悪魔が目的を達したら、パーシーはパーシーのままでいられないかも。ベクサーリア、どうする気だ。そこをどけ。私も撃つつもり。どかないならな。パーシーもいるでしょ。お願い、その仮面を脱いで。大丈夫よ、銃を下ろしていい。無理だ、奴の力が強い。やめて兄さん、ダメ。こうするしか方法はない。やめろ、やめろ。誰を信じるべきか分かっているだろう。ああ、分かってる。完全じゃないが。俺を撃ったら。ああ、でも死ななくてありがとう。ああ、いいってことよ。悪魔は消えたんだ、スキャンラ。呪いはかかってない。ああ、確かに。ダメ！よせ！どれだけ大変だったと思う。またもう一丁作るのにどれだけかかると。驚いたな。忘れるな、旅行に来たんじゃないんだ。コンクラーベと戦うために同盟を組む。ここに悪い雰囲気は感じないから心配ない。おい、要件を言え。どうも、私はパーシバル・フレデリクスタイン・ボン・ミューセル・クロソウスキー・デロル教3世、謁見をお願いしたい。夜明けの執政官の方に。そうか、俺はロブ、サンドイッチをお願いしたい。止まらずに進め。君は分かってないようだ。私はホワイトストーンから外交の任務を授かってやってきた。執政官に会いたいならプラチナ神殿へ行って勝手に探せばいい。じゃあどうも。あいつ拷問って言ったのか。ああ、クマは中に入れ。入れないってんでしょ、分かってる。いつもうまくいくのに。ええ、分かってる。きっと貴族にはよくあることよ。おい、これは何だ。パーシー、見つけた。だな。中を見てみるか。待った方がいいかも。バクスなら待てと言うだろうな。まあ覗く程度ならいいんじゃない。しっかり。まさか。ありがとう、エヴァーライト。あんた本当にやるとはね。マジかよ、俺すげえな。何があったの。俺が鎧に触ったら、君がお前は死んだんだよ、グロッグ。ああ、完全に死んでた。いや、びっくりしたよ。振り返ったらお前が倒れてて冷たくなってた。ベクスアリア、わざとじゃないんだ。そう。最悪。あなたが
彼女を助けた。ありがとう。まあいいってことよ。ほら、とにかく一つ貸しだ。わかったわかった。いい匂いの息ね。バクス、君に謝らなきゃならない。不注意だった。でも誰でも焦ることってあるだろう。今その話はやめろ。俺は早まってベクスを殺しかけてしまった。いや実際に殺した。仕方ないことだとは思うが、でもそうだよな。体が死体みたいに冷たい。死ぬ経験をするなんて二度とごめんよ。あ、いえ、パーシー、そういう意味じゃ。いいんだ、来ててくれ。俺は平気だ。ほら、温まって。ああ、いいぞ。腹が減った、血をくれ。ああ、やってるよ。でもあいつら体の中に血がないんだよ。どうしたの。ああ、ブルーベリーパイはうまいに違いないなって。やばい、火薬に引火する。向こうに見える山脈を調べよう。沼地は山の麓にできる。あれってどのくらい遠いの。あ、私が壊した。まあ、フェイの国はユーモアの感覚があるな。歪んだユーモアだが、ここのことに詳しいのか、デロロ。子供の頃、フェイの国に見せられていた。謎なところ、危険なところに。だから手に入る書物は一冊残らず読んだ。心配するな。俺についてくれば何も問題はない。ん？うん。あそこを抜けるしかなさそうね。何かわからないけど。ああ、これなんて言うんだったかな。あ、そうだ。目覚めし森。こちらの気分に反応するらしい。とにかく前向きな気分でいれば無害なままだ。見てろ。そういう君は？パーシバル・フレデリクスタイン・ボン・ミューセル・クロソウスキー・デロロ教3世、ホワイトストーンの王族です。それで、デロロ教3世、ここ信号に何の用かな。この通行証でどこでも通ることができる。だが町から外へ出たら責任は持てない。一箇所名前を修正してください。正しくはレディ・ベクサーリア。レディ？レディ・ベクサーリア、ホワイトストーン第三院女男爵、グレイハントのグランドミストレスですので、大使、たとえ家族であっても貴族には礼儀を守ってください。そのような無意味な肩書きのために書き直すつもりはない。デロロ君、君が策略のために上品ぶっていることは見え見えだ。よくも彼にそんな失礼なことを。助けを求めてきた子供の仲間を侮辱するなんて。ああ、何年も娘として育ててやったのに、また感謝はなしか。ああ、あなたに同情しろっていうの。あんなことされたのに。むしろされなかったのに。弓は必ず見つける。あなたが父親であることの力は借りない。すまなかった、急に君にあんな肩書きをつけて。怒らないでくれ、ベックス。レディ・ベックスと呼んで。そうだな。お父さんは本当に、なんというか、威張り腐ってる。ええ、ものすごくね。兄さん以外、私のために父に立ち向かってくれた人はいなかった。ありがとう。俺に知性と品はあっても君が持つものはない。純粋な心、それは特別なことだ。誰にも奪うことはできない。子供の頃は母親といた。でも父が私たちを呼び寄せた。今もよくわからない。どうして母親から引き離したのか。愛していないのに。クソったれって言って気持ちよかっただろうな。だといいけど、なぜか一層心が痛い。ほら、
君のために作った。ああ、すごい矢尻、ありがとう。あの弓を父さんの気取ってムカつく顔に押し付ければすっきりすると思う。さあ出発だ。我々はそれほど強くはない。ベクトリオ、孤独で常に怯えている。さあもう真実に気づいただろう。そうかもしれない、やっと気づいた。あんたの心も言葉も空っぽだってことに。シンゴーンに戻ろう。お父さんにそれを見せたいだろう。見せたいけど覚悟がない。父と話ができそうにない。今はまだ。あんなやつに悩まされるだけ損だ。あいつはずっとああだった。分かってる、私もそう。栄光に地に、奴は2日おきに貢ぎ物を集めに町へやってくる。罠を仕掛けるいいチャンスかもしれない。罠って言ったか。だったら俺が設計図を書こう。適切にテコと重りを使えるような。両団の皆よ。ん？また放浪したいのはよく分かってる。だがあと一晩だけウェストランを我が家だと考えよう。夜が明けたらドラゴンの川で俺たちの武器の歯を統合じゃないか。ああでももう少し時間がいるかも。俺の仕掛けは歯車や動く部分が結構多いから。酒を飲む時間もない。もっと酒を飲む時間が必要だ。じゃあ武器の歯を研ぐのは昼にしよう。夜明けには計画を練ろう。待て、夜明けに起きなきゃならないのか。大丈夫、時間については後で決めよう。そして圧力がさらに増すと横の棒のバネが作動する。つまり顎のヒンジにテンションネジがあるため高速力を生み標的を基盤に固定する。まさに単純そのもの。なんて穴を掘る。ここに。なんでそう言わないのよ。重要なのは穴を掘ることじゃない。ほらこの罠の仕組みをよく見て。ああしまった、くそ。そいつ頭悪いな。